こんにちは、梅原です。今回はですね、こちらに書いている手相でわかるあなたは倹約家それとも浪費家ということについてご説明したいと思います。はい。でですね、やっぱり気になると思うんですね、浪費家かどうか、自分はどうなのっていう形 でこれもちょっとご質問があったので、これからちょっと解説したいと思うんですけども、まず浪費家線っていう、ちょっと怖いんですけど、浪費家になるタイプですね、4つの有名なタイプをちょっとだけここに出しておきました。まあ線も2つとあと形状なんですけども、手相っていう形で分かるんですが、はい、まず1つ目はこの4本の指ありますよね、1、2、3、4。でこの4本の指のちょうど、中指と薬指、この中指と薬指の真ん中のここの付け根分かりますかね。この付け根が重要で、この付け根にこういう V のね、逆さ V ですか、逆 V の線がくっきりと見えてるとすると、これは浪費家線もしくは損失線と言われています。要するに物事が損失する、だからまあ浪費するという線ですね。で2つ目にこの、ここ財運線で、金運線でっていつも言ってますよね。この小指の下は金運でいいとこですよって、未来ですよっていうね、未来の金運が分かる。でここが細かい細い線、シャープペンでねスーって書いたような細い線が何本もスーっといってて、それも切れ切れになってて、そういうのがたくさん5本とか7本ぐらい、何本あるかわからないぐらいあると見ると、それもね浪費家線になっちゃうんですよね。1本か2本太いのがこのここにズボッとあればそれはいいんですけども、それがサーッとあるのはこれ浪費家線です。これ1つ目2つ目。で3つ線じゃないんですけど、タイプで親指がこうキュッてこう外側にこう手出す時に親指がギュッと曲がるとかね、あと、この曲がる人がそのさらに人差し、この指が長いとかね、細くて長い人っていうのはやっぱり遠くのものをグッと掴みたいというこの屈曲のね現れなので、やはり脳が遠くのものをカチャって欲しい、カチャって欲しいっていう、そういう感覚の人なので、この手がこうグググググッと反る人ですね。そういう人も気をつけないとダメです。でさらに、この手の隙間っていうのがあって、このまあ空手チョップしますよね。でこう全部指をきっちり揃えます。まあ今こういう形で揃えて、さらに親指をこう合わせますよね。でこうしちゃダメですよ。こういうふうにこうキュッてするんじゃなくて、まっすぐ、平らに壁に向かってこう机に向かって平らな状態にします。で軽く握りますね。そうギャッて全と普通にします。でこれをその蛍光灯の方に持っていって片目つぶります。でもう一個の右目やって右目利き目でずっとその指を全部蛍光灯に合わすと、もしここに隙間があったら向こうから光が見えるはずなんですね。でこの光がたくさんある人は、しかも根元の方にたくさんある人は、まあ浪費家であると。だからそれはさらにそれがこれ1、2、3、4揃っちゃったらかなり強い浪費家ですと。これが手相から分かる、手の形から分かる浪費家です。さらにちょっと人相術も言っちゃいますね。人相で言うと目が二重であるとね、で目がクリクリして、瞳がクリクリしてるとか、あと例えばこの鼻とか、耳の穴が大きいで、ちょっとまっすぐ見てもちょっと鼻が見えるとかね。で耳は大きいかどうか分かるのは、この小指立ててもらって、小指を耳にね軽く入れてもらって、これがもう入るよ、僕入るんですけど、入る人はもう耳が大きいと見ます。耳の穴がね。どういうことは、こういう穴が大きいっていう人は気の出し入れが大きいので、やはり新しい気が欲しいから、入れ替えのために新しい車が欲しいとか、新しいカバンが欲しいとか、新しいなんか机が欲しいとかね、なんかすぐ気分転換に高額なものに目が行くんですね。だからシャーペン1本だ、ボールペン1本買ったからこれで気分が変わるかって言ったら、いやもっともっとってなる傾向が多いって言われてる。これ人相です。でこっち手相です。で問題はじゃあこっからですよね。じゃあどうしたらいいのと、はい、もう諦めてくださいじゃないんですよね。でこれで結局解決法っていうのが一つあって、まあ今更ね、鼻の形とか耳の穴の大きさを変えたりとかできないし、なかなかその、まあ、指の隙間もね、この隙間はなくなれって言ってもなくならないじゃないですか。だから一番いいのはやっぱこの線を意識することでと思うので、僕はこの、金運線財運線をしっかりとこう揉んでね、線を太くすることはできるんですよ。ここをしっかりと揉んで、こういう形で揉んで、太くなれ太くなれ太くなれっていう、もしくはここ V 字になってますよね、逆さ V 字になってる、この V 字をこうしっかりと揉んであげて、逆にこの V 字のここです、ここを揉むことによってここを薄くするんですよ。ここを揉んじゃったらここ線出るので、こことここを僕は揉んでます。でしっかりとここを揉むことによってこの線が消えるようにする。
何よりもここにせっかく線があるので、この線を一生懸命揉むことによってこの線が太くなればねいいので、であとよくやる僕のこう押しましょうよってやつですね。この押しますと結局この座運、ここの線とかここの線が根元が強くなるので、今言った座運強くなりますよねっていう形で、やっぱりここを揉むときにこう揉みながら、僕は浪費家じゃない倹約家だと自分に言い聞かせます。で、物を買うか何かとか商品が来たときに僕はこうします。で、できるだけこうして、お前手にお前じゃないをかけて、まあ今日は買わないとかね、これは今度次回までに考えるとかね、で一回次回まで考える、もう一回家に、立ち戻って考えるとか、人に相談するってすればするほど、購入意欲っていうのは消えるんですよ。その場で即決で買っちゃうから顔になるので、僕はまあ今日はちょっと考えますわって言って、ここ手を揉むと、だこういう形で手を揉んで、うん、まあ考えますわっていうような癖をつけるというのも一つの解決方法だと思います。はい、そういう形で、もしこういう線がある人は、でこうですね、ある人はぜひ、このあなたは浪費家の方のタイプなので、ちょっと倹約家のね、倹約の手の使い方というか癖をね、つけて、私はちょっと今日は遠慮しとこうかなみたいなね、次回に楽しみを置いとこうかなみたいなね、形に、するような、ちょっとしたこれ簡単にできますので、また、試してみてください。はい、以上今日はここまでです。ありがとうございました。